はい、仕事用に新しくカメラを、導入したので開封していこうと思います。よいしょ。もう本当に最近中国製品はすごいっすね。日本からのこういう製品がなかなか出てこない。アイデアだなと思います。はい、おっと、はい、10インスタ36010X、360度アクションカメラになります。 5.7K ですね。60p 撮れるのかな。開封をしていきます。本体でっかいっすね、これ。これがバッテリー。これがバッテリーですね。バッテリーと、これがさっき言ってたバレットタイム用のコードですね。からバッテリーを、バッテリーもう何個か欲しいな、バッテリー。それからこれが、プロテクションのポーチですね。ポーチいりますね。それから、おお、かっこいいステッカー取っておきましょう。からコードリスト、おお、日本語が多少、日本語ページどこだよああった、日本語の説明書ですね。それからこれは、スマホ用の接続ケーブルですね。多分こっちが USB タイプと、こっちが iPhone とかの、ライトニングケーブルですね。で、これが本体とつなぐものですね。はいはい。そして、お、最後の箱がよ、キャプチャー用はコンピューター、あ、コンピューター用のキャプチャーの、じゃ普通の USB ってことですね。はい、以上が梱包物になっております。梱包物一式です。ちょっと作例など作っていこうと思います。はい、充電をしました。あと128GB 1枚用意しました。よいしょ。本当は2頃ぐらいあれば一番いいんでしょうが、プラス10ですね。これはどこに、ここ？お、ここですね。マイクロ SD が差し込まれていることを確認してください。アプリのダウンロード。はい、ここからアプリをダウンロードします。インスタ360。カメラ開く。入手します。よ、カメラのファームウェアもダウンロードして
ボタン2を長押ししてカメラを、はい、アプリを開き、アプリを開き、アプリの、アプリの下部にあるカメラボタンをタップし、 Wi-Fi 接続で、カメラ、大きいボタンを押して接続してください。はい、接続。ぐるぐる回っております。接続しました。あ、来た。はい、スマホと直つなぎをしました。はい、自分も映ってます。周りこうぐる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 って感じですね。これ本体が映らないですね。こうゴリラポッドは映るという、気持ち悪い、これこんな感じになるんだ。プレビューは圧縮されています。こんな感じですねよ。でこれを後で編集をします。はい、じゃあこの キングジョーでいきましょうかね。プレビューだとちょうど この辺、この辺消えるんですね。はい、それではどうなるか分かりませんが、ちょっとこれを使って、よいしょ、背中も見せながら、ぐる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 、連続じゃないと思うけどな。はい、ちょっとこれで編集してみましょう。